もんちゃん始まりました。今日はどちらですか？はい、今日はデカトロンというスポーツ用品屋さんにやってきました。おお、デカトロン、はい、デカスロンじゃなくて、デカトロンかデカスロンかちょっとよくわかんないね。わかりました。10種競技って意味だよね。あ、そうなんだ。そうそうそう、昔デカスロンって漫画があってさ、ここはすごいね、安く、あのスポーツ用品が買えるので、おお、ちょっといろいろ見ようかなと思ってます。めっちゃ広いんだよね。めっちゃ広い。早速なんだけど、俺これ買いたいんだけど、どれ？これなんかゴロゴロするバー。ああ、なんか筋膜ローラーみたいな。あ、これ筋膜なの？なんか俺さ、勉強するときにさ、椅子で座ってるから、なんかあのストレッチポールみたいなやつがさ必要で、はいはい、これ買っていい？あるよ。これいくら？$25。$25。2200円ぐらい。2200円。それとさ、あとこのボール、よくテニスボールでマッサージしてんだけど、あの これいいな。お、何これ？これマッサージボール、これスモール、これ$5。これこれでいい？あ、チョビにテニスボール取られちゃうから。おおおおおとにかくね、腰がね、なんか痛くなるのよ。あ、これがこれだよ。あ、それで、それと、ちょっとこれも買っていい？爆買いになっちゃうんだけど、俺のいきなり、はい、これはなんかね、広がるらしいよ、これ。何これ？カチャって広がるっぽい。カチャって広がるの？本当だ、2 in 1って書いてある。何これ？どういう状態？こうなって。そうなると何が嬉しいの？あ、こうなるとこことかこういう。ああ、そういうこと。だからこれだとこういうピンポイントで、こうだとこういう。ああ、まあでも開かなくてもいいかな。じゃあこっちにする？うん、そっちにするわ。カゴに入れよう。すごいね、なんか爆買いしてもさ、罪悪感ない。これもほら、俺の勉強の投資だから。引きずれるの？それこれこのままここから。すごいやん。そうね、これちょっとこれ、この間友達におすすめされた。何？時計$14。アップルウォッチも持ってますよね。じゃあ子供用に。あ、なるほどね。うん、子供が時計欲しいって言うから。何がいいの？これは安い。とにかく安いのか。安い。あ、確かにね、子供におもちゃのやつがあるけど。そうそう、時間が分かって安いやついいね。結局こういうのがさ、娘はさ、このこっちかこっちじゃない？ね、なんかピンクかなとも思うけど、こっちかなと思う。結構夢かわいい色の中でもね、うん、ユニコーン系のこのカラー。そうだ、これがいいか。息子これかな。息子はそうだね、うん、もしくはレッドとか。あ、レッド好きだ。でもザ・レッドないね。ない。いいんじゃない？ブラックブルーで、うん、$14ずつ。ランニングベルトだ。あ、これいいじゃん。これちょっとあの夕方ジョギングするときとかに、うん、でもちょっとしたもの入れるときにこれいいよね。スマホとか。そうそうそう、鍵とか、ね、スマホと鍵ね。おいくら？$10。$900ぐらい。$10。すごい。もう服とかもさ、うん、デカスロンでいいよねって話になったかな。服もデカスロンでいいよねって話だ。ユニクロとかでもなくてスポーツウェアでいい。だってこれ$8だもん。確か700円ぐらいでしょ。あとなんだろうな、ヨガウェアね。萌えは結構ヨガやってるもんね。ヨガやってる。ダンベルかっこいいな、三角形。本当だ。これ三角形だとね、ゴロゴロしなくて。確かに、ね、転がらないってな。自転車見てみる？ちょっと子供用とかもね。ああ、キッズ、あれ娘のチャリって今あったっけ？ないよ。あれどうすんの？買う？なんかね、誕生日プレゼントでいいって。あ、そうなの、うん、なんかあのウクレレとハーモニカが欲しいとも言ってたけど。いろいろ欲しい。全部誕生日で調達しようとして。なんか寝る前にさ、喋ったらさ、うん、ウクレレとハーモニカが欲しいって言ってたけど。へえ。じゃあ自転車にして、うん、ウクレレとハーモニカも一緒にあげようか。なんかアマゾンで調べてそんな安かったんだよ。ああ、そっか。でもウクレレは私のもあるしさ。本当？これが$350、3万円ぐらい。あ、そうだ。これが$280。ああ。これが$180。安いよね。1万5000円ぐらい。何階まであるんだっけ？これは2階建てかな。2階までか。うん。
せて登れるんですね。袋忘れちゃった。袋？ここの買い物袋。あ、あのショッピングバッグだ。そうそう。まあまあいいじゃん。キャンプ道具やね。これもさ、安いよね。なんかビーチでさ、うん、なんかちょっと休む用のテントみたいなね。ねえ、50ドルだって。これ何？これとこれってどっちが違うの？これがこれじゃない？50ドル。これあればさ、日よけできるやん。ね。イーストコーストとかさ、確かに。行った時に、スポット作れるだけで楽だよね。確かに。ちょっとした公園とかでもね。あとあれも行けるやん、シロソビーチとか。ああ、確かに確かに。軽い。あ、軽い軽い。これなら俺持てるわ。これいいね。これをさ、持ってって、バサッと開けて、うんうん、この中にさ、荷物置いて、ビーチにさ、レッツゴーできるよね。寝れるんじゃん。ママここで休めるね。寝れる。どうですか？めっちゃ気持ちいい。気持ちいい。これありやね。これあり。これ買う？うん、これ買う。ちゃんと SPF って書いてある。ん？あの、日よけの効果ありますよって。あ、書いてあるの？書いてある。私は今日お目当てのものがあって。え、なんかある？タオルが欲しいんですよね。タオル、うん、でかいグラサンあるなぁ。パーフェクトヒューマン。四角いやつ。萌がさ、大きいグラサンするとさ、すごいかわいい。虫みたい。トムキャットこれもね、30ドルで安いよ ね。ローラーブレンド買ったけど、なかなか乗らないね。乗らないね。これだ、これだ。このこれ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 。おお、何これ。タオル、タオル、スイミングタオル。そう。何ですかこれ。これが不思議な素材だね。速乾性があって、ああ、しかも安いという。なんか水吸いそうだけど、なんだろう、不思議な素材。すごいすごい売れてる。もうこれしかないじゃん。すごい、バカ売れしてんのか。なんかちょっとベルベットのような触り心地だけど、どうなんだろう。薄いね。ね。これ本当にそんな乾くの？めっちゃテンション上がってる。これかわいい。それどれだ？この XL かな。あれ？なんか違う？違う。ない。ない。めっちゃ売れてる。明日、明日、明日。これ。これ買おう。しかもほら。ちゃんとここのボタンがついてるから、ああ、着替えれる。着替えれる。で、かさばらない。スイミング特化型だ。そう。これちょっと今回日本のお土産に。お土産にするの？で、行こうと思って。じゃあ何個か買う。何個か買おう。人気だね。人気ですね、確かに。やっぱこれだと思ったものは一番なくなってる。以上かな。いや、ホクホクでございます。あ、よかった。目当てが見つかった。目当て見つかった。なんか面白いプールグッドとかないかな。シンガポールにいるとプールは欠かせないからね。そうだね。水着とかもね、安いよね。そうだね。だからもう、あの、シンガポール旅行する人は手ぶらで来て、デカスロンで水着買えば、荷物少ないし安いし。確かに。いいよ。デカスロン案件動画ですか？案件ではあります。案件じゃないですね。なんか水着買いたくなってくる。ナバイジっていうブランド。ナバイジめちゃくちゃ見るよね。見る。シンガポールでさ、基本水着ナバイジじゃん。多分デカトロンの水着、オリジナルブランド。ブランド。結構肌寒い時多いから長袖買いたいな。あ、いいじゃん。結構娘のプールを教える時にさ、夜とかだったりするじゃないですか。これ XL か。XL。しかも裏肝っぽいんだな。本当だ。あったかそうなんだけどこれ。これサーフィンスリーブだから、結構だから、あの、寒いとこでも耐えれる。だいぶあったかいのかな。うん、逆に暑いのかな、どうなんだろう。ナバイジ。これも違う？オラリアン。これもオラリアンだ。オラリアン。オラリアン。突然のオラリアン。
何ですか、おらゆ、急に急に、やばい字は、これしかない。これ超分厚いよね。それはもう、あ、そうスキューバダイビングとかさ、ちょっとオラリアンはちょっと色が、黒がないんですよ。真っ黒ない。何なんでしょう、よくわかりませんオラリアンの色の色揃えがわかります。なぜ浮世絵があって黒がないのかすごい、スキューバダイビング、これ本格的すぎるやろ。350ドルこれでもきっと安いんだろう。すごっ。あ、これあれじゃん、サップ。萌えがずっと憧れてるやつ。私やったよ、一回ビンタンで。あ、ビンタンでやったの。うん、楽しかったよ。へえ。ついにサップをこのサップいくらなんだろうね。自分で持つ必要ないよね、どこでもできる。大体行ったらあるもん。うん、ショットのままゴールとゴールある。水中でターゲット作れば大掛かりやな。水球水球っぽいやつ、両端に立ててボール入れるやつすごい、バレーバレー衣装、トーシューズと思って。本当だ、ね、安いだろうね。まあそんなもんかな。はい、お会計しますか。お会計しますか。これでもう萌えとマッサージボールの取り合いをせずにチョビとテニスボールの取り合いをせずに誰かと言っても取り合いユニクロのようなこのね、全自動のショッキングバッグ、ね、袋ばかりが増えていく。おお、全部一気です。どうですか、何点あります。トータル13点合ってますか。13以上あるんですが、一回じゃあ箱に出して一回一個一個入れていこう。デカスロンレイディデカスロンで買い物しまくった。デカスロン、デカトロン、最後までわからないままでしたが、いろいろなものを買って大満足の萌えさんなのでした。次回の萌えちゃんは徹底調査、シンガポールのセブンイレブン人気商品の巻だよ。お楽しみにね。頑張るママとママを応援する人のためのママズオンラインサロン、声のブログ、ボイシー移住ラジオ、詳細は概要欄からどうぞ。